しづらい前の筋トレ。サータンさん、これ知らないですかね。知らないね。まさか。いやでもね、あのストーリー見たけど、はい、あいつもめっちゃ走ってた。いますか。めっちゃランニングしてた。思考回路がちょっとバグってるんですよ。事前にトレーニング済ませとくみたいな。早めにやった方が、はい、いっぱい食べても、はい、俺が言っても説得力ないんだけど罪悪感ないから。なるほど。久しぶりの胸トレで、はい、ベンチプレス何キロ上がるか。いやー気になりますね。オリバーを最近やっぱ目指してるんで。そうそうそう、180は10発上げないと。10発で気合でいきましょう。 OK です。これ170ですね。ああ170キロの挑戦。久しぶりだからちょっとね、はい、緊張するね。背中反るから。ああもう先に言っとくスタイル。いつも上がるから。先に言う。結構みんなね、スクワットと同じで厳しく見てくれてるから、はい、先に言うんだけど、はい、ケツも上がります。とりあえず上げることだけに専念します。180。不安になってきたね。180のこの重りを見た瞬間に不安になってきたの。全然余裕じゃないですか。200やろ。いやなんか今の上げ方だったらいけちゃうんじゃないかっていう。まさかの今から200キロ。200は俺上げたことないよ今まで。はい、今までのマックス190だから、はい、200はちょっと初だな。人生初の、うん、ちょこっとやるだけだった。そう、ちょこっとって言ってちょこっと160とかで、はい、ちょっと遊んでちょっと運動して静かに行こうっていう感じだったのに。何ついちゃマックスいったっていうことで、うん、もう200上がったから俺帰っていい。これ今からラスト。まあまあノリでやったんだけどさ、まあ100キロ、はい、まあとりあえず俺はね、はい、20レップやって気持ちよく終わろうと思ったの、はい、あなるほど。もうお前がね限界レップやれって言うから。ちょっとこれも見たいですね。もう最近のガツガツトレなんで、はいはいはい、100キロアキトさんなら何発いけるのかっていう。いやだいぶプレッシャーだよ。これ気になりますね。だいぶ肩が狭くていいんでしょ。ああそうです、まあ、シャカシャカ系でいい。シャカシャカでいいです、はい、スピーディーで。 OK。 軽々でした。いや疲れる。時間大丈夫。時間もうやばいっすね。もうやばい。多分遅刻します。違う。ごめんなさい。急いで行きましょう。行きましょう。帰りましょう。ってことで今日はマックスの一応更新ってことで、はい、200上がったんで、はい、気持ちよく、はい、飯を食いましょう。そうですね、行きましょう。じゃあね。動画はね、ちょっと触った疑惑がさ、まだ動画上がってないんだけど、触った疑惑が湧きそうな動画撮ったの。今回触ってないです。今回触ってないの。潔白です。終わったー。もうこれで終わりでいいくらいです。もういいわ。今日トレーニングもういいわ。